皆さんこんにちは。霊夢よ、マリサだぜ。桜です。今回もフォートナイト、やっていきましょう。今回もチームランブルだな。いつも通りプレザントパークで物資集めね。さて、今回はまず皆さんにちょっとお知らせが、今日まで、ゆっくり頑張るハイジちゃんのシリーズを毎日投稿してきましたが、とりあえず、今回の動画で投稿は一旦お休みしたいと思います。何か理由があるのか？年末年始にかけてリアルがすごく忙しくなる、というのが主な理由です。また、今後の活動に関して説明する動画を投稿予定なので、そちらも見ていただけると嬉しいです。一旦お休みになるけど、その分今回も楽しみましょうね。そうだな。よし、今回も頑張るぞ。さて、今回もいつも通り高い場所に来たわ。この辺りが戦闘状態になってるんだぜ。よし、順調に敵を倒していくわ。回復中に敵を発見。グライダーで降下中だな。よし。あらあ、やられちゃったわね。この辺りに敵が多くなってきたみたいだな。一旦落ち着いて遠くから狙うことにしました。ボルトアクションスナイパーで狙っていくぜ。よし、やっぱりこの銃は一発のダメージが大きいわね。当たると嬉しいです。さて、そこにもう一人いるんだぜ。よし、これで今のところ敵は見当たらなくなったな。どこにいるかしら？グライダーの音が聞こえるわね。よし、降りてきた敵を倒したぜ。雪山に来てみました。早速敵と遭遇したみたいだな。追いかけていくわ。ふう、まだ近距離はちょっと焦るみたいだな。ヘッショが入ってよかったです。さて、今回も味方チームが優勢だな。あと少しで勝利ね。というわけで、ラストスパートで激戦区っぽいところに来てみました。デスしたかと思ったんだぜ。とりあえず回復よ。うわっちょちょちょ、危機一発ね。味方さんが攻撃してくれてるみたいだぜ。こっちにも敵。ふう、よかった。まだ回復しきれてないんだぜ。回復の続きをしていくわ。謎に収集ツールを一回振る。ちょっとご操作、今度こそ医療キットね。ここで突然のミサイル。うわぁ全然隠れてないよ。よ、よし、場所の移動をするわよ。ふぅ、ここならやっと落ち着けそうね。さて、勝利まで残りわずかだな。やっぱり回復はいいや。あと1ポイントなので敵さんを探します。やたー、試合終了、味方さん GG です。今回は13キルできたわね。さて、ゆっくり頑張るハイジちゃんのシリーズを見てくださった方、本当にありがとうだぜ。パート20でキリもいいし、一旦お休みね。ぜひ、これからの動画も見ていただけると嬉しいです。それでは今回はここまで、ご視聴、ありがとうございました。